中井裕太です。大木です。お願いします。はい、一つこういうちょっとコメントが来てたんで、ちょっとそれ読ませていただきます。はい、ジュさんっていうか、ジュさん、ありがとうございます。ありがとうございますけども、キムタクが亡くなった際に、電話で中畑さんと号泣した時の思いを回想していただけないでしょうか。木村拓哉選手、あったじゃないですか。でもあのことに関してだと思いましたね。でも話すとさ、なんか涙が出てきそうなんだよね。なんか本当かわいそうでさ、早すぎるもんね。そうですね。キムタクっていうのはさ、俺日本ハム時代にも一緒にやってて、ね、実は、であいつがセンター守ってて、で俺がレフトで、やっぱもう俺はもう年じゃない、だからあいつが全部カバーしてくれたっていう思いでもあって、キムタクを選んだのはさ、まあ、キャッチャーもできて、ユーティリティプレイヤーだったんだよね。で、思い出深いのはアテネの前にイタリアキャンプがあったのよ。アテネの前に1週間ほどね。その時にさ、試合出したらさ、ちょっと肉まなら系の筋肉系の怪我したの。で、中畑さんとこう話をして、返しましょうかってちょっと待とうということで、そしたらキムタクが部屋に入ってきたんだよね。絶対直しますから置いてくださいって言って、もう本当に頭こすりつけるぐらいお願いされて、じゃあちょっと3日間でやるって言って、で3日で完全には治ってはないんだろうけどさ、それで頑張り通したんだよ。でやっぱこう主力ではなくて控えだったからさ、で最後の試合、銅メダルをかけてのカナダ戦、試合の時に初めて使ったんだよ。だから3本打ちよったんですよ。で活躍してくれて、でよかったなという、まあ、そういう思い出があったり、で俺キムタクが亡くなる時にさ、亡くなる時っていうかその倒れた試合の時、俺広島ちょうど行ってて、解説だったのよ。でノックを見てたのかって、で解説席で、そしたらいきなり倒れたんだよ。あれボールが当たったのかなと思って、で阿部慎之助がキャッチャー、まだキャッチャーの時で、でこうなんかこうやってやってるわけよ。あ、ボール当たったんだと思って、そしたら球場に救急車が入ってくる。あ、これはただことじゃないなと思ってさ、でまあそういうことがあり、何日か頑張ったんだけど亡くなって、で広島にお風呂があって、で長さんと、まあ、DeNA ユニフォームに来た時ね、まあ葬儀も行ったけど、また行ってお花手向けてっていう思い出が、広島のね、ちょっと小高い丘の上にお墓があるんだ、で野球のボールがこう2つあったりとかして、そういうお墓なんだけどさ、まあぜひファンの方だったらね、一回行って手を合わせたら、すごく喜んでくれるかなというふうに思ったし、まあ、中畑さんとこう、お墓参りとか行ったでな、で、谷がさ、奥さんと息子がね、こう来てた時、満塁ホームラン打ったんだよね。覚えてました。僕もそれ覚えてます。で、仲良かったの、あの二人も、で、一緒にアテネにも行ってるし、感動したな。だから俺、何回木村拓哉とか、まあ、その谷のホームランとか、何回泣いたかなっていうぐらい、なんかすごく胸が苦しいというかさ、ね、なんかそんな思いでいっぱいだわ。でもいいやつだった、あの挨拶がしっかりできて、男気ありますよね。ちょっとね、思い出すとダメだな、あいつ。そうですよね。そう、本当記憶に残る選手でしょ。そうだね、本当に、ありがとう、そうやって言ってくれて。いえいえ、本当にそう思います。はい、でも、忘れずにね、そうやってコメントをしてくれるっていうのは、すごく、なんかこう、俺にとっては、ありがたいなと思うし、忘れないでいてくれるファンがね、いてくれるっていうのは、まあ、木村拓哉もね、あの天国で喜んでると思うし、ということで、まあ、木村拓哉も、
まあ、我々が応援してくれてると思うんですね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。